例えばあんたのいるチームとどこぞのチームが喧嘩してるとしよう。その最中、あんたは手痛い一発をもらい、やり返す機会を伺ってた。そうこうしてるうちに両チームが和解しちまったらどうする？確かに気分は良くないな。その鬱憤を晴らすのが清算の日だ。郊外じゃやられっぱなしはメンツが立たない。覇者がシーザーに変わったからといって走りや個人のいざこざが消えてなくなるわけじゃないだろう。3日やるから決闘で白黒つけろ。ただし3日過ぎたら全部水に流せ。そういうルールがあるのさ。決闘者は双方が信用の証を用意する。いわゆる賭けのチップだな。勝った方がそいつをもらえるんだ。なるほど、そういう由来だったのか。けれどそこへ僕が来てよかったのかい？この通りただの分弱なプロ棋士だけれど。なに、昔はそれなりにピリついてたが、今はご覧の通りさ。うちの大将はあの性格だ。敵を作ることも因縁つけられることもめったにないからな。今年は決闘の内容も射的にじゃんけん、早口言葉、信用の証に賞味期限切れのパンやら庭で適当に捕まえたウサギを持ってくるやつもいる始末だ。ああ、そういや、どっちの猫がより伸びるかで競ってるやつらもいたな。お祭り気分どころか、お祭りそのものだな。ま、いいんじゃないか。大将も楽しんでるし、これも新しい覇者の個性ってやつだろう。それよりプロ棋士、せっかく来てるんだ。俺らと今日まで組んできて、これを機に清算したくなったことはないか？君たちとは楽しく仕事ができているかな。けれど、一つ思い出したことがあるんだ。急に健能な目つきになったな。まさか俺か？この間フォローでうっかりイーアスの足を踏んだだろう。そうだったか。それは悪かった。今度からは足元を見て歩くようにするよ。だが口実としてはちょうどいい。プロ棋士、ニトロフューエルの飲み比べで決闘といかないか。決闘の口実だなんて、単純にライトさんが飲みたいだけだろ。んなわけあるか。むしろニトロフューエルはちょっと苦手でな。まあなんだ、もてなしを任された以上、少しは清算の日のムードってもんを感じてもらわんとな。とにかく俺はボンプ用のエーテル電池をかける。俺に勝てればあんたのもんだ。イアスへの詫びも兼ねてな。雰囲気に当てられたと思ってやってみよう。信用の証はランダムプレイのクーポン券でいいかな。俺は先にアイアンタスクのとこへ行ってる。今日はニトロフューエルも飛ぶように売れるからな。とっとと並んどくのが吉だ。ま、あんたはゆっくり見て回ってからでもいいさ。後でアイアンタスクのところでな。
じゃ、俺はウォーミングアップしてくる。まさか、こんなことも決闘を挑む理由になるなんだな。猫好きにとって猫は家族だからな。事故とはいえ、家族の愛おしい瞬間を記録し損ねたんだ。引きずる後悔ではあるだろう。だから決闘は成立だ。埋め合わせだと思って受けて立つさ。ああ、そういえば、ニトロフューエルくじは買ったか？まだだけれど、それは一体。まあ、ちょっとした余興だ。ニトロフューエルを買うとき、一緒にくじを買って決闘で応援する方にあらかじめ置いとくのさ。ちなみに、俺にベットすれば今夜はニトロフューエルに困らんと約束しよう。それなら必ずライトさんを応援するよ。見てな、プロキシー、無敗のチャンピオンの名にかけてあんたを今夜のウィナーにしてやる。貴様だな、カリュドーンのこの切り込み隊長ってのは。俺とやれ。信用の証はこのブローチだ。あ、どうした、ビビって声も出ねえか。覇者の名を背負ってる連中のリアクションとは思えねえぜ。笑わせろ。さっさと構えろ。さもなくばこびへつらってこのアンドレアス様のご機嫌を取れ。このブローチ、オタクには相当大事なもんじゃないのか。足りめえだ。ポンペイの親分から直々に賜ったもんだぞ。こいつは郊外じゃ栄誉の象徴みてえなもんだ。ま、貴様みたいな青二歳は拝んだこともねえだろうがな。それほどのものをかけるんだ。死ぬ覚悟はできてると思っていいんだな。覚悟？貴様らガキどものごっこ遊びに生きるも死ぬもあるか。はなっから俺は負けるつもりなんてねえ。覚悟がないなら栄誉の象徴なんて大層なもんはうちのタンスにでもしまっとくんだな。なんだてめえ、時間稼ぎのつもりか。尻込みも大概にしやがれ。信用の証は他のものにしたらどうだい。それかライトさんがまず選んで。アンドレアス、君もそれに習うというのは。なら俺はボクシンググローブにしよう。あんたが同等のものを差し出せばこの決闘は成立だ。そりゃ貴様に教訓を与えてやれりゃ何だっていい。グローブでも何でもかけてやる。よし、この勝負カリュドーンの子ライトが受けて立つ。
やるじゃねえか小僧。だが押村くはその腕っぷしが地下闘技場仕込みってとこだな。あそこで稼いだ汚え金はどうしたんだ。死んだ仲間どもにくれてやったのかよ。それともてめえのポケットに放り込んで適当に使い込んじまったか。誰から聞いた。無敗のチャンピオンなんて目立つ看板背負ってよ、隠し事できると思ってる方がどうかしてるぜ。過去にはもうケリをつけた。今の俺は狩人恩のこのチャンピオンだ。金を積んで楽な仕事にありついただけだろうが、女に囲まれて威張り散らしやがって。俺にもやらせてくれよ。赤いマフラー巻いてチヤホヤされる見えっ張りのチャンピオンってやつをよ。お前もカリドンの子も運が良かっただけだ。遅かれ早かれ郊外の砂に埋もれてくだろうよ。あんたが新たな覇者を認めないなら信用の証にも価値はない。3日ある。その間なら何度でも挑戦を受けてやろう。さてそろそろ1日目の日が落ちるが、次に挑戦したい奴は誰だ。本当に最後まで見てたのか。何しろくじを買ったからね。チャンピオンの勝利を見届けないと。それで当然俺にかけてくれたんだろうな。約束は果たしたからな。思う存分飲んでくれ。もちろんライトさんは信じていたよ。けれどこんなにたくさんのニトロフューエル飲み切るのにどれだけかかるか。こんな機会もめったにないからな。玉の贅沢も悪くない。なに、今晩はブレイズウッドに泊まってけばいい。ならライトさんも一緒にどうだい。俺はちょいと気になることがあるんでね。まずは見回りをしてくる。先にバーニスのところで引き換えてこいよ。終わり次第そっちに行く。
フロキシー、どうしてここに？ニトロフューエルを引き換えるとき、バーニスに頼まれたんだ。ビッグダディさんが呼んでいるから伝えてほしいと。そっか。なら、すぐ戻ろう。俺もおやっさんに話があるしな。アンドレアス、どうにも奴は気な臭い。余計なことをしでかさないか遠目に見張ってたが、誰かと電話口で言い争っていたようだ。その中でホロウという言葉が出たのも怪しいな。戻ったら奴の素性を洗ってみる必要がある。あなたのことを華やかに先陣を切るばかりだと揶揄する人もいるけれど、実際は背後のことにも気を配っているんだな。あの野郎もまるっきり出任せ言ってたわけじゃないからな。だからこそ引っかかる。あいつとは確かに何の接点もないし、俺は郊外に来てからあの恥ずべき過去を吹聴して回ったこともない。何か裏があるはずだ。ライトさんの過去か。どうやら複雑な事情がありそうだね。朝から晩までグラサンを引っ掛けてるのにはそれなりの理由があるのさ。確かに血を見るのもきついが、それだけじゃない。昔とある試合で目をやられてな。そこそこひどい怪我だった。しばらくは包帯で目を覆って真っ暗闇での暮らしを強いられたもんだ。そんなことしてたせいか、今でも光を遮るものがないと落ち着かん。もうすっかり治ってるんだが、なんだか古傷をさらけ出してるみたいでな。それに、いや、なんでもない。とにかくグラさんのことは気にしないでくれ。単なるファッションというわけではないんだね。僕もお揃いにしてみようかと思ったけれど、軽率に真似していいものではなさそうだ。気遣いをありがとな、プロキシ。でもライトさんはどうしてカリドーンの子に入ったんだい？借金を肩代わりしてくれたおやっさんに俺の方からも何かを示す必要があった。それと赤いマフラーって響きがかっこいいからさ。パイパーからだ。俺に負けた連中が飲み比べでリベンジしようと息巻いてるらしい。アイアンタスクを囲んで騒いでやがるんだとさ。おやっさんにアンドレアスのことを報告したら返り討ちにしてやろう。ああ、それともう一つ、あんたの片割れもこっちに着いたそうだ。二人とも今日はブレイズウッドに泊まっていけ。カリドーンのこのもてなしを受けてくれるだろう。
ライトのやつ、朝っぱらから出かけたのか。ち、今日の分のくじ、代わりに買ってきてってお願いしたかったんだけど。にしてもお二人さん、あいつと夜通し遊んでたのかと思ったら、意外と規則正しい生活してんね。ライトさん、大丈夫かな。だってまだ生産の日だし。大丈夫大丈夫、黙っていなくなるのはいつものことだからさ。親父さんも何にも言わなかったし、別に悪さしてるわけじゃないと思うぜ。午後になれば帰って、布団がこいつを呼んでる。ライト見かけたら言っといてくんない？アイアンタスクの前に転がってるろくでなし、どうにかしてくれって。昨日お兄ちゃん言ってたよね、ライトさんはアンドレアスってやつのことを調べようとしてるって。それにフォローの話もしてたんでしょ。念のためフォローチェックしておかない？ライトさんのことだから軽率な行動は取らないだろうけど、昨日はお世話になったからな。フォローまで見に行ってみよう。私に命令を。何なりとご…あら、プロ騎士さん、ごきげんようですわ。あー、すまん、心配かけた。昔からおやすさん以外には知らせもしないし、聞かれもしないからな。個人プレイがすっかり板についちまった。それよりアンドレアスの件だが、どうもかつてのカリドーン時代の古敵が奴に何か吹き込んだらしい。今朝この辺りじゃ見ない顔がうろついててな。奴らの一味だと踏んでフォローの中まで尾行したのさ。そいつらの狙いは？覇者が変わって初めての生産の日、向こうにとっても新旧いろいろな恨みの生産し時だ。騒ぎを起こしてうちの面目を潰そうって魂胆だろう。やつらは明日ブレイズウッドに全面攻撃を仕掛けるつもりだし、知っての通りあそこには地域住民やよそのチームが大勢いる。カリドーンの子が事態を収拾できなきゃどうなると思う？ことを起こされる前に叩いてやるつもりだったが、つけてる途中で見失っちまった。一人だけでそうするつもりだったと？さすがにリスクが大きいんじゃないか。何せどいつもこいつも生産の日にかかりきりだからな。もちろんあんたを郊外のいざこざに巻き込むのだって避けたかったが、どうもわがまま言ってる場合じゃないみたいだな。ああ、カッコつけるならぜひ僕も混ぜてほしいところだ。それじゃ名高きパエトーンよ、俺を導いてくれるか？ああ、プロ騎士の本領発揮だな。注意、前方に少数の敵がいます。そら、はぁ、しっかり。ターゲット検出。負けてたまるかですわ。いただきだ。消し止め。そうよ。
古ヶ滝のエンブレムだ。追いかけるぞ。引き続き進んでください。ほら、任務執行。ふっよっふっはっていっ、いい弾ですわ。ふん、隙だらけだ。せいやっ、推測、敵は廃材の後ろにいると思われます。貴様ら、約束を破ってな。郊外のルールを軽んじやがって。ポンペイの親分が生きてたらこんなことは許されねえぞ。なんだよ、カリドンの子をいたぶろうぜって持ちかけた時はあんたも乗り気だったじゃねえか。だが無関係の奴まで巻き込むなんて聞いてねえ。お前は本当にあのお人よしの仙台覇者にそっくりだな。その甘さが命取りだってんだよ。あの老いぼれだって身内に裏切られてくたばったんだろうが。身内に裏切られただと？貴様らはカリドンの子の仕業だと。ふん、そんなこと言ったか。お前がポンペイの死んだわけを聞きてっつうから、おりゃカリュドンの子に聞けって答えただけだぜ。貴様せいぜい吠えてな。あんたもすぐあの老いぼれの後を追わせてやるからよ。ここは郊外、キングを名乗れるのは勝ったやつだけだ。腰抜けはとっとと土に帰った方が身のためだぜ。アンドレアス、ヤッコさん、まんまと騙されたようだな。急ぐぞ、プロチー。おっと、チャンピオンが来てやったぞ。邪魔だ。いい球ですわ。殴り倒しやがる。クリーンヒット。おおいい弾ですわ。好きだらけだ。クリーンヒット。何倒してやる。俺がやる。シュガッター。俺がやる。いただきだ。いい弾ですわ。何倒してやる。うわぁ、頭がついてた。まだついてた。今は生産の日だ。奇襲なんてせこい真似はよして、正々堂々挑んでこい。何が生産の日だ。てめえらのルールなんてクソくらいだぜ。明日はせいぜいブレイズウッドのバカどもと首を洗って待ってな。どうせ小物だ。深追いはよしておこう。この辺に奴らの主力はいないだろうしな。明日奴らがどこから仕掛けてくるかさえ分かれば。ふん、それを知ってどうする。カリュドーンの子が全員出払ってみろ。他のチームからカジバ泥棒を企む奴が出てこねえとも限らんぞ。郊外は仁義だけじゃ収めらんねえ。上辺だけ首を垂れてる奴らの中には後ろから刺す隙を伺ってるのが5万といる。ポンペイの親分さえ逃れられなかったんだ。貴様らの新たな覇者も例外じゃないぞ。奴らの計画を知ってるんだな。おい、俺の話を聞いてたか。貴様らを誤解してたことは確かに悪かった。だからせめてもの忠告をくれてやったんだろうが。それをあんたに決闘を申し込もう。はぁ、あ、俺が気に食わねえならぶん殴りゃいいだろう。親分の死が貴様らと無関係だった以上、俺には決闘なんぞどうでもいいことだ。俺が勝ったら知ってることを全て話せ。あんたが勝ったら仙台覇者の最後の言葉を伝えてやる。親分の
最後の言葉だと。本当に知ってんのか。どうだ、受ける気になったか。ドキー、まだ勝負はついてないぞアンドレアス。言われるまでもねえ、食らいやがれ。ほらいいだろ。クリーンヒット。こっからちょいとバイオレンスだ。この拳に誓って。続けるぞ。スイッチ。勝者はまだ決まってない。悲しい限りだぜ。その若さで当たり前のようにてっぺんを取ってやがるんだからな。注目の中でたやすく、そして華麗に勝利し、賞賛の中トップランナーであり続ける。俺なんぞより貴様の方がずっと郊外にふさわしい。あんたに問う。目の前で火の湖がぶっ壊されようとしている。味方の増援は間に合わない。そんな時あんたならどうする。考えるまでもね、死んでも火の湖を守る。それ以外の答えがあるか。何がおかしい。俺の覚悟を疑ってるのか。火の湖は郊外の誇りだ。命に代えても守らなきゃならねえ。グローレイクを守れ。何も疑っちゃいない。ポンペイの旦那もあんたが毅然とそう答えたことを喜ぶだろう。どういう意味だ。いや、あんたの方がここは長いんだ。この土地にふさわしいかどうかって意味なら、俺でなくあんたの方に資格があるんじゃないか。俺はただ一時拳での勝負に勝ったに過ぎ、次の勝負がどうなるかは誰にもわからない。あんたがもう一度やりたいってんなら、俺は喜んで受けよう。ただし命を落とす覚悟でもない限り、あんたが誇りに思うものを軽々しく差し出すんじゃないぞ。今日は助かった。あんたのおかげで奴らの計画がつかめたよ。ライトさん、まさかとは思うけれど、明日も一人で迎え撃つ機会。生産の日の最終日、よそのチームにカリドーンの子が総出で動いてるとこを見られてみろ。新たな覇者を認めない奴がまだいるんだと大々的に喧伝するようなもんだ。そうなれば必然みんなの中にこう考えるやつが出てくる。また何かあるたびに
こんなことに巻き込まれるのかとな。だから俺一人で行くのが正解なんだ。それにおやっさんとの約束もある。地下闘技場から連れ出された時、カリドン時代の古敵は俺が肩をつけると誓ったんだ。ライトさんがそんな役目を背負っていたとは。俺らはまだまだこれからだが、郊外にはカリドーンの血が流れてるってだけで拳を鳴らす連中が多い。大将には父親と同じ鉄を踏まず王道を歩んでほしいというのがおやっさんの願いだ。そのために俺にしかできない仕事がある。カリドーンの子に尽くしているのはビッグダディさんへ恩返しをするためだと。けれどあなたが背負っているものをビッグダディさん以外知る人がいないなんて。そうしんみりするな。給料分はきっちり働く、そういうもんだろ。せめて明日も引き続きホロをガイドさせてくれないか。どうか早まらないでほしい。プロ騎士として依頼人が道に迷わず無事に帰るまでは見届けたいんだ。給料分はきっちりやらないとだろ。僕としてもカリドーンの子はお得意様だからな。何かあると困るのさ。どうやら明日はさらに気合を入れなきゃならんようだな。カリドーンの子の赤いマフラーが伊達じゃないってところを見せてやる。また明日会おう。なんでもない。奴らは集結しつつある。ブレイズウッドまで行かせたくないからな。ホローの中で蹴りをつけるぞ。了解だ。最短ルートで行こう。なあプロキシー、サンキューな。お礼を言うのはちょっと早いんじゃないか。そういうのはもう少し先のシーンなんじゃないかな。なあに、単に言いたくなっただけさ。あんたには感謝してるからな。それ以上言うとフラグになりそうだからやめてくれ。わかったよ。伝わったならいいんだ。準備ができたら行くとするか。もう時間がない。フォローの中で奴らを止める。最短ルートで頼むぞ。おっと、はい、面倒だな。手早く行こう。道中の敵は俺が倒す。
おっと、またイアスの足を踏むところだった。あんたを抱えて走るのは骨が折れるからな。おっと、おっと、せっやっ、つえだ、えい、あー、ちご、あ、くにゃーん、えっ、おっと、せい、消し止め、先を急ぐぞ。ターゲットは裂け目に入りました。敵の主力はそこだろう。なあプロキシー、ガイド、ありがとな。おい、誰の許可で道を塞いでんだ。さっさと失せろ。断る。ここを通す気はないんでね。ん？そのいでたちにグラサンってのは、まさか、カリュドーンのこの赤いマフラーか？おいおい、カリュドーンのこの連中、俺たち相手には一人で十分ってか？正気かよ。俺らに不満があるなら、公平に決闘で白黒つけろ。ブレイズウッドまで巻き込むな。公平に決闘だと？郊外はいつから公平なんぞ重んじる場所になった。ここは拳で語らう土地だぜ。何が公平かを決めんのは勝者だろうがよ。カリュドンはもうとっくに過去のものだ。郊外に無意味な争いは必要ない。今日いっぱいはまだ生産の日。ルールにのっとり、あんたらは決闘を申し込める。俺がいくらでも付き合ってやるさ。ルール？おままごとの間違いだろ。無駄話はやめな。行くぜ。キャー、おらー、うわっ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 、あんたら全員に決闘を申し込む。全員だと？てめえは何をかける？この赤いマフラー。面白い。ならこっちはタコの付けだ。うん、じゃあ楽しませてくれよ。決闘成立だな。まとめてかかってこい。手じゃ拳でももったいないくらいさ。真っ赤に燃えて灰しか残らん。こっからちょいとバイオレンスだ。この拳を、真っ赤に燃えて灰しか残らん。おっと、
た。満身創痍だな。そんなんでまだ腕が上がるか。人のケツに隠れてた奴は言うことが違うぜ。さあ、体も温まってきた。俺の赤いマフラーを一層鮮やかに染めてくれよ。真っ赤に燃えて生えしかなこらん。俺はカリドーンの子ライト。約定に従いここに挑戦を果たした。俺から赤いマフラーを取ろうなんざ100年早い。生産の日のルールにのっとり、オタクとカリドーンのツケはこれでチャラだ。プロキシー、俺は勝ったぞ。全員ハッタをしてやった。チャンピオンを称える拍手が聞こえないな。さすがにしんどいな。プロキシー、イアスの帰りが遅くなっても構わないか？ああ、大丈夫だ。僕がここから何かしてあげられるわけでもないからな。いや、もうちょいシートを低くすりゃボンプも運転できるな。イアスのケツに乗っけてもらうか。ライトさんにまだ冗談を言える余力があることは分かった。実はもう一つ依頼があるんだけど、付き合ってくれるかい？いやいや、もう本当に力が入らないんだ。勘弁してくれ。それにしても、あんな大勢を相手取っていたことを思い返すと、今でも背筋が寒くなる。まさかフォローの手前でお礼を言われたのは、あの時点で無茶をすると決めていたからかい？あんなもの、無茶のうちにも入らんさ。だが、赤いマフラーをかける以上は命をかけるってことだからな。どうしてライトさんはそこまで？プロキシー、初日にアンドレアスが言ったことを覚えてるか？一部ではあるが、ありゃ間違いなく俺の過去だ。かつて俺のせいで傭兵団の仲間が死んだ。当時はどれだけ悔やんだかわからんが、一つはっきりしてたのは、俺の命程度じゃ償いにもならないってことだった。仲間の遺族へ十分な保証をするのに相当な借金を抱えたよ。あれは本当に先の見えない日々だったな。やがて借金取りが選択肢のなくなった俺を地下闘技場に送ることになる。そこからの時間は曖昧だった。照明が一人また一人と対戦相手の輪郭だけをぼんやり照らし、聞こえるのは耳障りな歓声と罵詈雑言。そんな場所にしばらくいるうちに、俺はどんどん人の目を見られなくなっていったんだ。相手の目に映る俺自身が恐ろしくてな。やがて、おやっさんが来て借金を肩代わりし、俺をリングから引っぺがしてくれた。このマフラーを巻いてくれたのも彼だ。俺の拳は派手で負けを知らないように見えたんだと。これからはカリドーンの子のために勝ちまくってくれとな。ここへ来てしばらくは
結局また殴り合いの興行めいたことをやってんのかと腐ってたこともあったが、気づけば本気でここの皆を守りたいと思うようになっていた。また仲間を失う羽目になるのはごめんだ。どこぞの誰かがうぬぼれと呼ぼうと構うもんか。俺が勝ち続ける限りカリドーンの子を取り巻く連中への抑止力になる。この赤いマフラーは勝者の証であり、俺らにあだなす者への警告だ。俺の目の黒いうちはカリドーンの子の栄誉は誰にも怪我させない。心配をかけてすまない。だが俺には守りたいものがたくさんあるんだ。ありがとな、プロキシー。栄誉にしがみついて戦ったしがない俺を赤いマフラー以外に見守ってくれた奴がいる。今はそれが嬉しい。いいやつだが、多分無傷であんたの兄弟に引き渡した。あれで傷の一つでもついてたら、そう簡単に許してはもらえないだろうな。そのことならリンがビッグダディさんへ訴状をしたためているところだ。もちろん僕もいくつか補足を。あ、なんだ、生産の日も終わりだな。3日間が嫌のように過ぎてったというか。こういう時のライトさんは妙にぎこちなくて面白いな。しょうがないだろう。身内が腹を立ててる時にどうするのが正解かわからないんだ。ただの冗談だ。僕もリンも別に怒ってなんかいない。そりゃよかった。さてもういい時間だが、そろそろ六分街に帰るのか。ああ別に早く帰れってわけじゃない。ただ次にこっちへ来るときは事前に言ってくれってのを伝えたくてな。次はバイクをもう一台用意しとく。夕暮れの郊外をかっ飛ばす感覚をあんたにも味わってほしいんだ。その時は俺が先導するからな。